フランツ・ヨーゼフ・ガルフランツ・ヨーゼフ・ガルは、ドイツの医師。骨操学の創始者とされる。脳の解剖学、神経の生理学を研究し、神経解剖学の進歩に貢献した。彼は、バーデン州のティーフ・ブロンの村の裕福な、毛織物商人の家に生まれた。その家の次男として生まれた。彼は、生殖者になることを考えたが、 シュトラスブール大学で興味を感じて選択したのは医学だった。彼はその後オーストリアのウィーン大学でその学業を終えた。1800年頃、彼は骨相学という頭蓋骨の形から人格、個々の発達、道徳感覚などを決定づけるという方法を考え出した。クレーニスコーピーは後に彼の弟子のヨーハン・シュプルツヘームによって フレノロジーという故障に変更された。ガルの脳の概念は革命的なもので生殖者や科学者たちから異端視されることとなった。ローマカトリック教会は神によって作られたはずの心が脳の中にその場所を持っているなどという考え方は教義に反し波紋に値すると考えた。規制の科学者は彼の見解には科学的な証明が欠けているとした。 彼の考えは、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世からも認められなかった。こうした反発によって、ガルは、オーストリアでの教職を断念するに至った。彼は、次なる教職をドイツに求め、住まいは、パリに移した。革命に沸くフランスは、彼のような革新的な科学者を受け入れてくれるかに、思えたのである。しかし、 皇帝ナポレオン・ボナパルトやフランス学士院の規制の科学者たちは彼の説を間違いとした。そうした期待外れはあったものの、彼は自分の専門分野でなんとかパリで満足のいく拠点を確保することに成功し、パリのサロンにも受け入れられた。ガルの骨相学はイギリスで最もよく受け入れられ、 イギリスの支配階級は自分たちの植民地支配の劣悪さを正当化するために彼の教説を利用した。1820年から1859年にかけてアメリカ合衆国で徐々に知られるようになる。人種差別の正当化のために彼の考えや教説を悪用することは彼の信奉者たち、特にヨーハン・シュプルツハイムなどを彼から遠ざけることになった。 またその他の人たちは彼の性格学などの理論を改善しようともした。彼業績に伴うかかる問題の数々にもかかわらず、ガルは神経科学へ重要な貢献を積み重ねた。1823年彼はスウェーデン王立科学院のメンバーに選定された。ガルは1828年8月22日パリで亡くなった。結婚はしていたが、 子供はいなかった。しかし、彼の兄弟の直接の子孫が、1949年まで、ドイツにいた。彼の頭蓋骨の収集品は、オーストリアのウィーン近くのバーデンのロレット博物館で、見ることができる。この地には、彼の身内の何人かが、今も生活している。ガルの理論は、イタリアの犯罪学者、チェーザレ・ロンブローゾや、その競争相手で、 フランスのアレクサンドル・ラカサーニュに影響を与えた。ありがとうございます。